日本共産党の田村貴昭です最初に整備新幹線西九州ルートいわゆる長崎新幹線について質問します国が20年かけて500億円の拒否を費やしたフリーゲージトリンは導入に至りませんでしたそれを前提として進められてきた長崎新幹線は今大きく行き詰まっています整備新幹線長崎新幹線をめぐる これ新聞全国紙の社説の見出しなんですけれども、紹介したいと思います。朝日新聞、整備新幹線見切り発車の思いつけ。毎日新聞、長崎新幹線の迷走、佐賀の主張は理解できる。読売新聞、整備新幹線、投資効果の再点検が必要だ。大変な深刻な状況だと思います。一からの見直しが必要だと考えます。与党の検討委員会は 佐賀県の新都州武雄温泉間について昨年8月5日フル規格の新幹線で整備する方針を決めましたしかし佐賀県はフル規格の新幹線に一貫して強く反対をしているところです国土交通省は1月16日フル規格フリーゲージトレインスーパー特急武雄温泉での対面乗り換えミニ新幹線の5つの方式について論点を整理した上で 並列して協議することを佐賀県に提案しました。この五つの方式と言うんですけれども、これまで地元側を地元の合意があったのはこの五つの方式のうちどれですか。説明してください。水島鉄道局長、お答えを申し上げます。 あの委員の方から、これまでの九州新幹線、西九州ルートに対しての議論の経緯についてのご質問がございました、これ元々、もともと九州新幹線の福岡市、長崎市間については、昭和48年に全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画に位置づけられたところでございま,した、はい、でまずです、ね、平成4年の11月には、一部区間をスーパー特急方式で着工することが地元案として決定をされまして。 その後、在来線の取り扱いに関する長年の調整を経て、平成20年3月には、竹井温泉伊佐早間をスーパー特急方式でまず着工したということがございました。その後、平成23年12月の政府・与党確認事項において、竹井温泉長崎間を一体的な事業として、フル規格で整備し、フリーゲージトレインを導入することとされ、翌年にはその前提で工事士計画の変更認可が行われたところでございます。 でその後、フリーゲージトレインの技術開発については、国が JR 九州などの関係者と協力しながら取り組んでまいりましたが、フリーゲージトレインの九州新幹線への導入が遅れる見込みとなったことから、平成28年には武雄温泉、長崎間の施設完成時において、武雄温泉駅での対面乗り換え方式で開業することについて、関係者間で合意したということでございます。で よろしくお願いしますが、はいはい、そうなんですよ、その3つなんですよね、フル規格とミニ新幹線というのは合意をされていないわけなんです、そして、その合意をされていないフル規格が、今やなんかフル規格しかないみたいなね、論調になっているのは、これが先走っているのは、これ、五項目を提案する一方で、昨年、与党検討委員会がフル規格を決めた日に、当時の石井国土交通大臣は、 国土交通省としては、今回の基本方針を重く受け止めておりますけれども、関係者間での協議の具体的な方法等については、今後検討してまいりたいと考えておりますと、そういうふうに述べられました。あの赤羽大臣の会見については、国交省のホームページで、えー、承知をしております、えー。大臣にお伺いしたいんですけれども、まあ、国土交通大臣や国交省がフル企画を重く受け止めてきたというのはですね、 5項目の中の提案の中で、フル規格に重きを置いているということなんでしょうか、フル規格先にありきで議論をしようとしているのでしょうか、大臣にお答えいただきたいと思います赤羽大臣あの昨年9月11日に国土交通大臣に就任をした日に、最初の記者会見で、この質問はされました。 まあこれ、今、局長の答弁の中に申し上げたように、長い期間、さまざまな議論がなされる中で、与党のプロジェクトチームとしては、一つの古企画ということを提案があったと、しかし一方で、今の佐賀県の山口知事をはじめとする地元は、それはなかなか受け入れられないという話があったと、そういう中で、地元の理解なくして、なかなかこれは合意に進めるということは。 まあ、なかなか難しい話でございますので、私、あの記者会見で申し上げたのは、まず佐賀県のなんていうか思いとか主張というのは、なかなかちゃんと聞いたことがないということでございましたので、あの私はあの直接、山口氏、個人的にもお会いしたことなかったので、えー、しっかりとお会いして、えーまあ、それぞれの責任者同士率直な意見交換をしたいということの、えーまあ、申し出をしました。 就任以来この間、2度、あのー、知事とは2人きりでお話をしまして、えー、その中で、えー、まあ佐賀県の思いとか、山口知事の思いというのも聞かせていただきましたし、私の方からも冒頭です、ね、あのー、まあ今後の、えー、まあ九州だけじゃないんですけども、まあ、この今については九州の20年間とか30年間とか、中長期的なことを考えると、 まあ全国的にでありますが、新幹線のネットワークっていうのは、形成するということはやっぱりいろんな意味でメリットが大きいと,というふうに思っていると、だけど、これは地元のご理解なくしてはなかなかできないので、しっかりとまあ佐賀県の主張とかことを率直に語っていきたいというふうにまあ申し上げたところでございます、ちょっと申し上げると、その5つのことについて、知事はまあ3つの方式はもうすでにあの佐賀県としては了解だというふうに。 いつでも OK ですよと言われましたが、じゃあ、このフルとか、フル企画とかそういったことは全くだめですかといったら、そういう話ではなくて、のこの率直な協議の中で、5つについて議論するのはもう構わないと、そういう話でございましたので、そうしたあの知事との協議はまあ進めている経緯でございます。ただ、ちょっと通常国会も始まりましたので、私もなかなか佐賀に足を運びませんし、知事も大変お忙しい身で東京に来るということもできないので、今後、今、 お願いあのご提案しているのは、えー、実務レベルで、えー、一つ一つあの率直なあの問題定義でその解決に向けての知恵がないかといったことを、また、あ、んなく、えー、国と佐賀県の間でしっかりと話していきたいということで、えー、協議に入りたいというふうに思っております田村隆君今の大臣の答弁を、まあ、私なりに解釈すると、フル規格先にありきでないと、決して押し付けるものではないというふうに理解しました。 それで,ですねお伺いしたいんですけれども、佐賀県がなぜフル規格の新幹線に反対するのかと、それはですね、さして時間短縮の効果もない上に、莫大な地元負担が押し付けられて、その検否を支出をしなければならないからなんですよね。整備新幹線というのは、鉄道運輸機構が新幹線施設を建設、保有して、JR に対して施設を貸し付ける、上下分離式方式によって運営されます。財源については 貸付料収入を当てた残額を残りを国が二分三分の二地方自治体が三分のうで負担するというスキームであります。あのお伺いしますけれども、新都須竹温泉管をフル企画で整備した場合に事業費の規模はいくらになりますか。事業費の規模だけお答えください。水島鉄道局長、お答えを申し上げます。約六千二百億円でございます。 田村貴昭君一方、2023年春に開業予定の武雄温泉新都市間のフル規格新幹線、これについては建設,費建設費が増加したと、増大したと伺っています。現認可額と変更額について、いつの時点の計算かも含めて説明をしていただけないでしょうか。 水武雄温泉長崎間の事業費でございますけれども、これ、整備方式によりまして、当然必要となってくる事業費が異なってくるということでございます。で直近、武雄温泉長崎間をフル企画で作るとして、平成29年時点で、実施計画の認可をした際には、 約5900億円という事業費でございましたが、その後、建設費の増加の要因がいくつかございました、労務単価の上昇、消費税率の改定、東日本大震災を踏まえた耐震設計標準の改定等の、そういった外的要因でございますとか、あるいは現地事情の精査。 関係機関との協議に伴って、新幹線事業自体の実施に伴い生じたコスト増というものがございまして、平成31年4月の工事実施計画の変更認可時点においては、約6200億円というふうになっております田村隆明君。この間にだけですね、えー、5009億円から6200億円、6197億円と伺ってますか、それでいいですね。 え、実に1188億円増えたんですこれが整備新幹線のですね大きな問題となるわけです武雄温泉新都市区間だけではありませんこれは北陸新幹線の金沢鶴ヶ間においても2521億円もの建設費が膨らんでいるわけです建設前と新幹線ができた後では整備費が大きく跳ね上がります今後ですね新都市武雄温泉区間においても整備費用は大きく増えるということはこれは明白であります フル規格だとするならば、佐賀県の負担はいくらになるんでしょうか、昨年4月19日の佐賀県に説明した数字を元に教えていただけますか水島鉄道局長。 お答えを申し上げます整備新幹線につきましては、その建設費を国と地方で2対1の割合で負担することになっておりますけれども、貸付料財源の活用や地方交付税措置により、実質的な地方負担はさらに軽減されることと。 なるとといいうことでございますで私ども国土交通省といたしましては、地方負担の具体的な規模感のイメージを持っていただきますために、昨年の4月に現行の法令の考え方などに基づきまして、佐賀県の負担額をお示しをさせていただいたところでございまして、そのとき、フル規格で整備をした場合には、佐賀県の実質負担額は約660 60億円という資産をさわけにお示しをしたところでございます田村貴昭君。JR 九州からの貸付料を考慮しない場合は、いくらになりますか水島鉄道局長。 お答えを申し上げます私どもがお示しをさせていただきましたのは、現行の法令の考え方などに基づきまして、先ほど申し上げましたように、建設費に対して貸し付料財源をまず充てると、はい、貸し付料を考慮しない場合も書,書いてあるじゃないですか、ここにちゃんと答えてください建設費そのものは、えー、約6200億円の事業費ということでございます。田村 高君レクで説明してくれたことをなんでここで説明してくれないんですか、貸付料をです、ねえー、考慮しない場合は1140億円、ここ書いておるじゃないですか、そうでしょ、そうだって言ってください、はいそ,うですねはい、そうなんですよあの、時間ないんでね、明確に答えてください、聞かれたことに。JR 九州が最大限貸付料を払った場合でも、佐賀県の負担は660億円に上るんですよ。ね 佐賀県はすでに鹿児島新幹線の負担270億円を毎年払い続けているわけですよ、ね。この上にさらに660億円、そんな負担はできないとする佐賀県の市長は、これ、当然のことなんですよね。その貸付料は JR 九州が試算したものですか、整備を負担する整備費について、JR 九州は支払うことを同意していますか、社長はなんと答えていいますか教えてください水島鉄道局長。 お答えを申し上げます。この貸付料の額でございますが、これは新都市竹音温泉館をフル規格で整備する場合の収支改善効果を国において試算したものでございますので、JR 九州との調整を経たものではございません。社長は何か。田村隆之君。青柳社長は何か言ってますか。じゃ私が言いましょう。将来の遠い将来の利益の程度を当社で判断するのは難しいとこのように言っているわけです。 ですから、JR 九州がですね貸付料を払うという担保はどこにもないわけなんですよね。貸付料というのは、いわゆる自益の範囲内なんです。自益の範囲内である以上は、国が想定した収支改善効果の金額に当たる86億円、これはね、当てられるということはありえないわけなんですね。貸付料というのは、佐賀県を解き伏せるための資産だと、私は言わなければならないと思います。佐賀県は整備新幹線について 一切フル規格での整備を求めていません地元の負担が、これ国の法律ですね、全国新幹線鉄道整備法、国の法律で義務付けられている以上、佐賀県の合意がない限り、新幹線計画は成立しませんね。協議にしても、環境アセスにしても、先ほど大臣がありましたけれども、佐賀県の合意がない限り、前には進まないということでよろしいですね。 どうですか水島鉄道局長。お答えを申し上げます、整備新幹線の着工に関してましては、ご条件というものがございます、そして実際に環境アセスを行う場合におきましても、当然、地元の自治体のご理解を得るということが大変重要だろうと思いまして、これまでのところ、佐賀県のご理解を得ながら、この事業を進めていくという立場を取ってきているところでございます。 田村貴昭君整備新幹線っていうのは、自治体の合意がなければ、地元負担が絶対発生するので、これ、進めることができないんですよ、だからこれ、一から遡ってでって、一から見直しをしなければいけないということです、フル規格の新幹線は佐賀県民で,ですねえー新聞社、佐賀新聞社がえ調査した結果、年々下がってきてますね、2019年11月の調査では17%、逆にリレー方式、スーパー特急方式。 フリーゲージトレイン、まあ、これらの3つで過半数に達しているわけです。推進している長崎県においてもです、ね、えー、新幹線はなくてもいい、全く不要、これ合わせると38%、決して少なくないんですよね、もともとはフリーゲージトレインを前提にしていたと、それよりも4000億円も整備費用がかかるフル規格新幹線6200億円、今後どうなるかもわかりません。このの整備新幹線というのは 今から半世紀前、四十七年前の千九百七十三年に建てられた計画であります。当時と今では情勢が、状況が、時代が全く違います。最後に大臣にお伺いします。これ無理を通せばですね、将来に過剰を残すことになります。整備新幹線というのは本当に必要なのか、精査する必要に今迫られているのではないでしょうか。長崎新幹線計画は白紙に戻して議論すべきだと私は考えますから。 大大臣臣いかかがでしょうか赤羽大臣あの先ほど申し上げましたように、私も国土交通大臣に就任して、率直に佐賀県の責任者の山口知事と議論を重ねていこうと、そしてあのまあこれまでさまざまな問題、課題、あるのは承知をしておりますし、 それを佐賀県がどう思っているのかというのは、まあ、実は具体的にこれからスタートしなければいけないというような側面もあるかと思っております。私は一つ一つです、ね、丁寧に知恵を出し合うと、今、先生言われたと、私は非常にフラットに佐賀県のことは思っておりますし、その中でお互い政治家としてです、ね、知恵が出せるようにしようということは、山口知事も了解をしていただいております。これもしです、ね、古い企画花から逆にですね あのダメだというんであれば、そうした協議にも応じないというふうにも、私はそう理解をしております、結論はどうなるか分かりませんが、そうした、えーまあ、白紙というか、自分の気持ちの中では、佐賀県のことをしっかりと聞いて、それに対して、まあ、できることはどれだけあるのかということをまたぶつけて、そしてそれは、えーまあ、100, 100か0かというような話じゃ、おそらくないと思いますので、そうしたあのいい対話ができるように心がけなければいけないと。それの整備新幹線につきまして さまざまな懸念というのもあったと思いますが、私も全く懸念がなかったというわけでは、個人的にはありませんけれども、やはりあの北陸新幹線の金沢とか富山の、まあそまあ、整備新幹線をベースにしたあのまあ地域活性化の現実ですとか、あの九州新幹線の鹿児,島線、えー、鹿児島も熊本の人たちも相当最初、懸念していたというふうに記憶をしておりますが、今、私が住んでいる神戸、阪神間から、 あの九州、熊本、鹿児島地域にものすごく人が行っているというような、こうもこれは認めなければいけないと思います、そうしたことがどれだけ地域活性化につながっているのかということをしっかりと見極めながら、やっぱりあの中長期的にどうある姿が、えー、その地元の発展、またあの、まあ、お一人お一人の豊かな暮らしにつながるのかということを、まあ、しっかりと誠,実誠意を持って聞いていきたいと、で環境アセスについてもです、ね、地元の佐賀県は大変心配をしておりまして、 今回の予算の中に入れるんじゃないかと、それはそうしたことをすると、信頼を築くことにはなりませんので、それはもう約束どおりあの、国で勝手なことをしなかったという、まあ、基本的な誠実な対話という姿勢はしっかりとあの私たちの立場としては貫いていかなければいけないと、こう思っております田村貴昭君新幹線の問題はもう終わりますけれども、まあ、大臣、山陽新幹線、JR 西日本と JR 九州の鹿児島の,、ね、あの新幹線は全然輸送力が違います。 であの比較にはなりません。次にですね、JR 九州、日田彦山線の災害復旧について質問をします。これはあの、は2017年の7月にですね、日田彦山線が被災して、2年半が過ぎていまだに復旧していません。JR 九州はバスと BRT による復旧案を出して、そして鉄道の復旧を望むのならば、被災自治体に負担をも、えー、求めるという自由式事態になっています。 あの時間がないので、私のほうから紹介しますけれども、去年のですね5月に国土交通委員会で、JR 九州が完全民営化法案の審議のときに、青柳社長が何て言ったのか、青柳社長は、九州の鉄道ネットワークにつきましては維持していくということを申し上げたい、山積かまたは廃止ということは検討しておりませんと言ったんですね、それから、これまで28年間、種々の災害を被りましたが、復旧を果たしてきた、今後とも復旧に努めるように努力しますと。 完全民営化の論議の中で、JR 九州の社長は、国会のこの場で約束したんです、その下の根も乾かないうちにです、ね、被災路線は復旧しないんですよ、この日田彦さんに限って復旧しないんですよ、なぜそうなってるんですか、政府は JR 九州をどのように今まで指導してきているのか、水島鉄道局長。<laughs> お答えを申し上げます災害で被災した鉄道の復旧に関しましては、最終的には鉄道事業者が自らの判断の下、その方針を決定するものでございますが、鉄道を含めた地域の公共交通は、地域の経済社会的活動の基盤でございまして、その確保は重要な課題でありますことから、地域で丁寧な議論が行われることが重要だと認識をしております。 非対抗参戦におきましては、沿線自治体や JR 九州からなる非対抗参戦復旧会議において、関係者で議論を深めていただいている状況だと認識をしております。JR 九州におかれては、被災した非対抗参戦沿線の皆様のお考えを真摯に伺っていただきながら、 丁寧な説明議論を行っていただく必要があると考えておりまして国土交通省といたしましても非対抗参戦復旧会議への参加などを通じて必要な対応を行うとともに引き続き JR 九州に対して必要な指導を行ってまいりたいと考えております田村貴昭君その復旧会議です第5回の復旧会議が2月12日に行われましたこの復旧会議で東方村からですね議議が出されました JR の復旧費用についてです 村が行う車道橋の復旧費用に対して、JR 九州が示した鉄道橋の復旧費用は、1メートルあたりで3.8倍から6.8倍、積算が高くなっている、こういう資産を村の方が出しました。ですから、東方村の資産、村の村長の発言でですね、この精査が必要だとする村長の発言を受けて、この会議で福岡県知事は、JR と私どもと協議をさせていただきたいと発言をしたわけであります。県とですね 村が JR の負担額について精査を行う方向性が示されました復旧会議の大きな局面になってきてるのではないかと思います九州運輸局は復旧会議のアドバイザーとして参加しています復旧費用のその額について精査が必要だという議論になってきた以上ですね、その精査がしっかり行われるよう国土交通省も含めて必要な情報提供と支援を行うべきであると考えますがいかがでしょうか水島鉄道局長 お答え申し上げますご指摘のとおり、九州委員局は、非対抗参戦復旧会議にアドバイザーとして参画をしておるところでございます。これはこの会議の円滑な議論を促すとともに、関係者からの要請に応じまして、制度や技術面の助言、議論の整理への協力などを行うためであると認識をしております。また委員ご指摘の第5回の非対抗参戦復旧会議におきましては、 えー、鉄道による復旧費用について、<laughs> えー、JR 九州が約56円としているのに対し、<laughs> 東方村から約17億円との独自の試算が示されたということでございまして、これに対し、福岡県知事からは、JR 九州と議論していくとの発言があったことは承知をしております、ただ、この村のお下につきましては、技術的には相当いろんな問題があるのではないかという指摘もあるようでございまして、鉄道の荷重に耐えられるような、橋梁の設計条件等になっているか等についての精査が必要な案だったという指摘がある。 といいうことでございました田村貴君必要な精査が行われるように、アドバイザーとしての役割を果たしていただきたいと思います。あのその普及費用はたとえです、ね、JR 九州が主張する56億円だとしてもです、ね、大幅に低減できるということを、私は昨年の5月の国交委員会で、えー、質問しましまた国土交通省とのの間でもこの額については確認しました。 改正鉄道機動法ですね、支援が当てられた場合に、56億円は半分、28億円になります。しかも、この改正鉄道機動、えー、法のです、ね、適用はバスではだめなんです、鉄道のみだということも確認しました。赤羽大臣、私ね、このやっぱり改正て軌道鉄道機動法のね、支援は、これはやっぱりね、使わない手はないと思いますよ。あの大臣は法案提出者でありました。 2018年の5月30日、国土交通委員会での、えー、当時の、えー、赤羽提出者の答弁、ご紹介しますけれども、北部九州ですとか、どうしても地方部というか、人口減少地域の鉄道事業を維持するというのは大変だというのも、これもそういった事実もございますが、その中で何とか地域住民の思いをかなえて、鉄道事業を再開させていきたい、その地域住民と鉄道事業者の合意形成を後押しして、 地域にとって必要な鉄道が維持されることに寄与することが、今後の法案は期待されるもの、そう認識しておりますというふうにおっしゃったわけですね。大臣、今もその考えに変わりはないでしょうか。地元も私も大いに、ね、この改正鉄道機動法の適用を期待しているわけであります。被災自治体、被災住民は鉄道での再建ができれば、それに勝るものはないという立場であります。 支援のスキームを持つ国土交通省のトップとして、イニシアチブを発揮していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか赤羽国土交通大臣。あのこのときの委員会の発言のあ立場はあのもちろんあの、提出者でありますし、まあ、国土交通大臣、立場は違いますけどその思い、えー、ローカル線といえども生活の足となっているケースが多いので、えー、できる限り、えー、この復旧をおしたいというのは、これは私の思いだけではなくて、 地元の住民自治体の皆さん、また鉄道事業者もそうだと思っております。で、ただちょっとあの私の発言はその前段がございましてですね、現行法ではこの鉄道を復旧するかどうか廃線にするかというのは鉄道事業者が最終的に判断することだと。 いうことも申し上げておりますので、それはあの誤解なきようにしてください、その原則の中で、できる限りのことはないかということで、この鉄軌道整備法の一部を修正するあのあの立案者として提案をし、成立をいただいたということでございます田村隆章君あの。やはり、被災路線ですからね、これはあの、経営問題じゃないんですよ、被災インフラっていうのは、無条件で復旧する、電気だって、水道だって。 それから電話だって、そうですよね、鉄道だけなぜしないのかと、でその事業者の考え方っていうんですけれども、そのために国土交通省は指導の役所としてあるわけじゃないですか、役割を果たしていただきたいと思います。そして、えー、JR 九州がです、ね、民営化に移行するときに、まあ、国の方から支出された軽安定基金、3877億円ですよ、3877億円、こうして支援があって。 それは多くのローカル線を抱える JR 九州の完全民営化、そのために鉄道はネットワークの維持向上に資産、充てるために、資するために出されたんですよね。でもその3877億円は2205億円58、58%が新幹線に投入されたんです鹿児島ルートの新幹線に、もう一括先払いして出されたんです。残る経営安定基金のうち 鉄道の維持向上に資する鉄道事業のように、要する資産への設備投資を行うための費用、まあ、いわゆる、えー、鉄道ネットワーク、維持していくための額というのは、872億円というふうに伺っております。そのうち、今、JR 九州に残っているのは、207億円だというふうに伺いましたけれども、鉄道局長その数字でで間違いないなすか水島鉄道局長。 お答えを申し上げます。間違いございません。田村高君。二百七億円残ってるんだったら。改正鉄道軌道法の二分の一の負担で。J. R. 九州。十分。支払うことできるじゃないですか。これまで通り。J. R. 九州の事業者としての。使命において、責任において、復旧することができると。私は強く主張したいと思います。あの、最後に大臣にですね。あの、私も先ほど知ったんですけれども。明日二十六日に。 福岡県の東方村の東村住民で組織する大変恐縮ですが、質問時間が終わっており分かりました。あの署名を、ね、九州運輸局、それから JR 九州、それから福岡県、福岡県議会に届ける、その署名は2000人の村民以上に1万7900筆です、この署名を、ね、重く受け止めていただきたいと、沿線住民の思いを強く組んでいただきたいということを強く申し上げて、今日の質問を終わります。